デートンはもともとアメリカのオハイオ州にあるデートン市で1905年に創業されたタイヤメーカー。現在はブリヂストン傘下。1961年にファイアストンが買収。日本のタイヤメーカーブリヂストンが1988年に買収。デートンはブリヂストンのタイヤブランドになった。ということで今回はデートンタイヤに交換した話。トヨタにエスティマハイブリッドの点検に持ち込んだらタイヤが古く亀裂が走っていて、すぐにでも交換した方がいいと言われた。トヨタのディーラーでタイヤを勧められたが1本3万円で高いと感じ、そこは断りアマゾンで買うことにした。アマゾンで買ったのはデートン DT30-215-60R17、 タイヤ組み込み総量込みで42,300円。アマゾンで買い、アマゾンから近くのタイヤ館に輸送、取り付け費を予約確定し、車を持ち込みタイヤ交換してもらう。予約日がお盆休みと絡み、いろいろメールでやり取りし、やっと今日交換してもらった。ナットの形状の種類は全部で7種類あるみたい。僕は夏タイヤはトヨタ純正のホイール、スタッドレスタイヤは社外品のホイールに組み込んで持っている。2年前、やはりアマゾンでスタッドレスタイヤを買った。近くのタイヤ屋で交換してもらった時にトヨタ純正のナットは合わないということで、そこで中古のナットを2000円で購入した。トヨタ純正のナットは平面座、社外品のナットはテーパー座で、今回は純正ホイールに夏タイヤを履く。別途ハイタイヤ材とバルブ代で3080円を支払う。タイヤ交換をする間、店内でテレビを見ていたら店員がすっ飛んできてナットが合わないと言い出した。今つけているのはテーパー座ナット。店員が言うのには、今履いてるホイールはトヨタ純正だからトヨタ純正の平面座ナットが必要だという。店員は自転車を貸すからトヨタ純正の平面座ナットを家まで取りに行ってほしいと言った。僕は自転車を借りて家までトヨタ純正のナットを取りに行った。家まで自転車で7分、トヨタ純正の平面座ナットを取りに行って戻ったらタイヤはもうホイールに組み込んでいて、あとは取り付けるだけになっていた。ということで無事タイヤは取り付けられた。で店の駐車場から出る時すぐに感じた。タイヤがしなやかだ。乗っていてタイヤのゴム感を感じる。店から出てちょっと走るとグリップ感も感じる。交換前のタイヤはこれもアマゾンで間違って買った古い中古の東洋タイヤ。このタイヤは最初から乗り心地が悪く、ゴムのしなやかさがなく硬く感じた。それにグリップ感もなく、ロードの傷がひどかった。今度買ったタイヤは店から自宅までのまだ2キロ程度しか走ってないので、実際の乗り心地の感想は次回の動画のお楽しみ。いいねとチャンネル登録お願いします。